はい、おはようございます。ではペーパーマリオ RPG やっていきましょう。ということで、まあ、この付き合うのヒーローはですね、うん、分かった。あー、そうですね。次の目的地としてはここですね。で、ここで初めて星を、スターストーン、星の石を回収しましょうねという話でしたね。ここに間違いありますね。では行きましょう。こっちでいいんだよな。知らんけど。てか、こっち行けなくなかった？知らんけど、魔法の言葉、すべてを、うやむやにする、魔法の言葉。意外、この街、出なきゃいけないのか？やばい、そこら辺の道が全くもって、わからぬまま、出てきてしまったね。右上だから右上っぽいんだけどな。あ、いや、でも、こっちから行けるか？誰お前。中田店長。あなたはマリオさんですね。嬉しいな、こんなところで有名な人に会えるなんて。そんな、マリオさんも一口乗りませんかけかい。私、モコリムはこれからカラカラ砂漠というところに石油を掘りに行くんです。一攫千金を夢見て今日まで生きてきましたが、ついにチャンスが来たのです。あ、そうなん？あ、でもまだお金が足りなくて、ぜひお金を貸してほしいのです。一口100コインかけてもぜひお金を貸してほしいのです。いいだろう。契約書を結ぼう。受け付けていますので。これ紙になれるわけじゃねえのかな。間違えた。ああ、そう。ああ、紙にはなれねえわ。ああ、ごめん。ふん。船で移動とかもうねえよな。あ、ほんと間違えて B ボタン押しちゃうんだよな。パラボラアンテナある。BS。BS。つか、そんなにね、チャンネルがあってもね、見ないんだよね。見る暇がない。あの貴族みたいなやつにするか。ああ、こちらは。何？来ちゃダメ！さっき誰かがぶつかってきたときにコンタクトされた、ダダダダダ。今触るとまだ動いちゃダメだよ。絶対動いちゃダメだからね。え、本当に？お約束でしょ？ごめん。動いてないよ。弁償？こいつ、詐欺か？なあ。まあそういうことですね。こいつ、鉄壁のディフェンスをしやがる。ふんふんディフェンス。桜井花道。俺が得意なキーノピノマダム、ナンシーよ？普通の名前。材料となるアイテムを渡すといろんな料理を作ってくるわ。まるで魔法使うみたい。私はお料理が苦手だから、お料理が得意な人って本当に尊敬しちゃうの。うわぁ、こんだけ褒めてもダメか。ああ、そうってならない？人んち。ほんとくれ、ダメじゃねえよ。こういうとこによ。おめえがその気なら、俺だってこの家を、どうにかできるんだぜ。お互い歩みをよろせ。地下の遺跡、謎の光。あ、お互いの匂いがプンプン。え、やっぱこっち？一回こっち、あ、東エリアだから普通にこっちか。どけ。おおおい、よそ者だな、おめえ。この先はスネイル親分のオーダーボイだぜ。取りたければ10コイン支払いな。もっと俺やっつけようって気を追い越さないで。ええぜ。俺はそこ作るかな。はあ、こんなもんやっつけん決まってんだろ。すいません。通してください。
おお、いいやつじゃねえか。おい。おい。まあ、相手のが相手のが、わからない建物ばかりとしけた場所だけどな。用もなしにこんなとこにフラフラやってきたっていいことなんかねえぜ。これなんかもしかして自分の家とか、こういう話はあんのかな？あかんのかい？お悩みセンター、誰も留守にしております。たまた今度。こんにちはと。はあはあ、他のところの人がやってくる場所だ。もし店が開いてたら一応覗いてみるといいぜ。めちゃめちゃいいやつじゃん。鍵。開かない。あれ？いけねえんだけど。早速迷うっていう。話、話が。あ、ここ通っていくのもしかして。バトルの何たるか？アクロバットやビンゴチャンス。バトルにはまだまだお主を知らないことを待ち受けておる。バトルでわからないことがあったら、遠慮なくバトル達人であるこの私を訪ねてくれた場合。あ、そう。アクションコマンドの練習もいつでも付き合う。そうそう、私は修行で世界のあちこちを旅していてね。見かけたらぜひ声をかけてくれた前。あ、そう。え、この世界そんな広いの？え、本殿下通っていくの？どうやっていくんだろう？え、どうやっていくんだろう？こう。ん？なんかここおかしくね？あ！カードイカサマしてボロ儲けしてやったぜ。足がついちまってここに隠れてるんだ。俺ここで見たことはどこ誰も言うなよな。それはお前の誠意次第だけどな。僕、暗がりさん、薄暗いとこが大好きなの。あ、そう。じゃあ聞いてみよう。ああ、暗がりさん。日陰過ごしてるんですって。肌白そうだな。ああ、まあ、幸せならいいんじゃないか。迷惑かけないな、よ。こいつ、潰れねえな。よし。わあ！こっちに来たのはいいよ。ん？なんだ？星のかけらだ。石？まあ特にあっち行けねえんだな。なるほど、こう 2D の罠ですね。罠なのか？で、どうやって行くんだ？な。な、俺はどうやって行くんだ？この先。この先どうするんだ？やっぱ地下か？地下か？地下から行くしかないのかな？まあ、そんな感じだよな、多分な。オッケー、地下行こう。おい、オッケー。まあ、ここら辺は、サクッと行きましょうか。ここ開かねえの？こっちから行けんのかい？あ、はいはいはい、あったな、そういや、ここ。落ちたら、あ、おー、直角行。落ちたら直角行。さあ、先頭だ、観客2人。なんかあいつ、フラワー持ってんな。行きましょう。ガツン殴りは FP がお二つ使いますね。まあ、いりませんね。ふいえ！あったまあ、普通の技ねえんだよな。うん。よし、オッケー。っていう感じで、戦闘をこなしていくわけですね。まあ、そこら辺は適宜、やりながらね。おあ、そっか、間違えた。逆方向だったな。早速忘れてる。ほい！あぶねえ。クラーケンがいる。まごうことなくクラーケンがいる。ゲッソー！そっか、ゲッソーっていう存在いたわ。
ゲストを運んでくれるんちゃうの？うわあ、怒ってる。ボス戦かい。なんだ今、FF みたいな、ドゥ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 って始まったぞ。わあ、検索聞いたみたいな。知らんけど。ああ、ゲソゲソゲソ。うん、人様、ああ、いや、イカ様と大事なゲソ、痛めつけると、そんなの出してくからだろ。ゲソゲソゲソー。ああ、ゲソ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 。ああ、ゲソ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 。ゲソ、お前、それどっか出しちゃう。ゲソ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 。マリオ、フランク先生の言ってたこと覚えてる？知らん。わいや、私たちは攻撃する順番を変えられるのよ。マリオは HP が少なくなったら、わいや、私を前に帰るというのはなか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 の自己犠牲だな、お前。この場では逃げられないぞ。あ、そう。しかし、お前にはやってほしいことがある。ものしり。なんで図鑑に乗ってんねん。これ毎回忘れそうになる。巨大ネガのヌッすよ。いやー、ぬるぬる。あ、実はぬるぬる系が苦手なのよ。あ、そう。聞いてねえけど、お前の性癖は。はい。まあ、12か。両の味にダメージ与えると、上から本体が落ちてくる。その時は攻撃にカウンすよ。あっちの HP は3、4。あー、ちょっと足だったわ。さあ、行きましょう。いいね。よーし。まあ、ジャンプだろうな、これは。ほい。もうタイミングわかんねえ。おい、こら。お前、わしを見て。ああ、ちょっと、ギスギソ。ギソ。ギス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 ギ。ギソギソ。ギソギソ。めちゃめちゃ怒ってる。あすか、今順番変えてるからね。めちゃめちゃ殴られてる。サンドバック。よし、行こう。なんかタイミングわかんねえな。オッケー。今更だけどね。ガードするの忘れてたわ。そういえば。ひたすら、クリスチンを前に出してるけど俺。じゃあ、普通にこっち行か。はい、はい。うんず。オッケー、落ちてこい。ああ、かわいい。ああ、ゲソゲソゲソ。ゲソゲソゲソしてる。で、お前のゲソ、なんか、短くね？あの長いやつ出せよ。ほい。オッケー。そして、じゃあ、ここで、ガツンと殴りますか。はい、はい、はい。ほい。めちゃめちゃ効いてる。あの右のキノコなんだ？起きたか。あ、普通に起きてくんだな。それどこで当てんの？あ、当てたわ。 FP は減るのかね、ずっと。いつ回収できるんだろう。あ、ナイス。最後の一撃は手つない。やった。しばらく飯には困んねえな。で、イカは干物にもできるし、保存食ぴったりだわ。オッケー。ゲッソー！どこ行くね？浮いてきた。お前動くの？おお、間違えた。はい。これ土管あるってどういう建築してんのよ。あ、なるほど。こっからステージ1ですね。マリオとお城とドラゴンと、オンプ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 オン。ドラドラ平原。ドラドラ平原。あ、こっちがいい。うわっ、ここは？どうやらここがドラストーンがあるというドラドラ平原ね。さあマリオ、いよいよ冒険の始まりよ。あ、始まってなかったんだ。パート1終わったのに始まってなかったんだ。あ、セーブ中です。こういうのはだいたい左になんかない。さあ、あ、平原に来ましたね。なんだ、遺跡か。あ、
まあ、往年のやつかな。いや、違ったわ。え、なんだ？ドラゴンかと思わせて？虫っぽくね？あ、ドラゴンか。なに？なに？今の、あんな大きな怪物初めて見た？ちょっとびっくりね。ふりカタカナにすんのやめて。あそこのお城へ飛んでったみたい。また戻ってこないうちに先に急ぎましょう。で、戻ってくるじゃねえか、絶対。なにこれ。何かハマりそうな首があるまで、効果として何かしら。バナナちゃう？違うわ。パックマンかな？あ、違うゲームだった。お、コンペイトだろ。お？おい。おい。お、生きてんだろ、おい。オーケー。ブリボーですね。この辺はちゃちゃっとやっちまうか。あーやまー。オッケー。これはなんだ。ピンチでラッキーのバッジをゲットだ。マリオ残り1秒5以外になるとバトル中敵は時々ミスをする。なんで敵がびっくりしてんの、ミスるんだよ。あれかな。ノーヒットノーラン間近で。めちゃめちゃヒット打たれる時みたいな感じ。よし、OK。おい！飛んでんじゃねえぞ、俺の目の前でよ。あ、間違えた。はい。ルイージいいんじゃねえか、お前。見てねえで手伝えよ、ルイージ、お前。家にいただろう。まあ、結構普通に敵いんな。クリスティン的にはこの同族をやることについてなんかねえのかね。ないみたいですね。なんかここに土管があるな。いろいろとかあんのかね。よいしょ。オーケー、閉まんな。行ってみるか。おお、近かったわ、案外。いや、これどうすんの。まあ、俺には無理だな、まだ。多分。すぐ諦める、俺は。なんだ？ちょっと、マリオ、もし何をしたらいいかわからなかったら遠慮なく絶対潤して冒険のヒントも聞いてみて。そういや、そんなこと言ってたっけ。ハンマー使ってる？いろいろ叩いてる、いないかいいことがある。あ、そうなん？いろいろ叩くといいことある。うわ、この蝶やれねえな。すごいな、新しいな。雑草を踏みつけることで予想するという、この、あ、すごい回復力。これはイタチごっこですね。枯れ、さっさと枯れ。あそこに土があんな。はい。なんだ？少しの間味方をデカデカにして攻撃力アップ。そこら辺はキノコじゃねえんだな。な、怪しい。おお、もうそんな関係か、お前ら。ピーチはどうしたよ。これどうすんの？オブザマインド。あれ？あれ、どうすんだ？リアルに。なんかあんのかな、ここに。いや、待てよ。そういうことでした、やっぱ。ハリボテじゃねえか。嫌な正解。いいね。これ、歩幅、どう変化してんだろうな。あっち、すごい山っぽいけど。もう、ページが開かれていく。そこまで立派な橋にせんでも。てるるるるる。先にこっち行くぜ。絶対なんかあると思ったわ。やった、王子のかけらだ。何使うか知んねえけどよ。そして、マリオは帰らぬ人となった。このサボテンみたいなんなんだろうな。ふぅ、へぇ、ほぉ、はん、ん、はん、ぬ、ぬ、しゅ、しゅ。暑い。部屋がどんどん暑くなってくる。
立派な橋、天狗橋と呼ぼう。おう、何が起こるかな、何が起こるかわからない。人生と一緒。ファイアフロール、もう花を潰してもしゃあないってことかな。待て、ここに何かあるぜ。ない。よっ、花村だ。花ちゃんいる？あんま知らないけど。足でか。いやーこんにちは、旅の人。あ、そう。ここは花村さ。お客さんなんて随分久しぶりだよ。あ、そう。あの恐ろしいドラゴンのゴンババがこの辺りを飛び回るようになってから、めっきり人が来なくなったからね。なるほど、さっきの大きな怪物はゴンババっていうのね。なんだか大層な名前。ところであなた、スターソンって聞いたことがある？私たちそれを探してるの。すぐ自分の本題に入った。スターソン、うん、聞いたことがない。あ、そう。そういう話なら村長さんに聞いてみたら。とても長生きでいろんなことを知っているの。亀の甲より年の甲ってね。うるせえ。村長さんはこの先にあるピンク色の家に住んでるよ。怪しいな。ピンクの家、すごい趣味だけど、まあ分かりやすくていいわね。ありがとう、オリゴ糖。ふん、挨拶。まあ、宿屋って結局入ったことねえもんな。まあ、髪の毛何なんだそれ。帽子か。キノコからなんか、禁止でも出てんのかこれ。さあ、ピンクの家が、あ、ブツブツ言ってるけど。なかなかこれ、いつも、あ、この影も見ろってか。こんばんは、ドラドラ平原の丘の向こうにある古い城のてっぺんに住んでいるんだよ。君知ってるかい？ゴンバー城にはたくさんの財宝隠されているって噂なんだ。まだあんのかい？その財宝を求めて今まで何人もゴンバー城へ向かったけど、誰一人帰ってこない。なかなかダークだな。どうだい？なかなか旦那が怖くなってきただろう？そうね。お前は。わしの名はホワイト将軍。夢も希望もなくしたボム兵、自分で言うな。この村で静かに暮らしておる。妻のが放っておいてくれないか。ああ、かまってほしそう。かまってほしそうな顔してよ。ピンク色ってなんだ？怖っ。この部屋には僕の大事なコレクションはむやみに手を触れないでくれよ。お前だろ、犯人。なあ。はけ。ビーチミはどこだ？お前だろ。こっか？お前が、お前が、誘拐してんだろ？ちげえのか。ブツブツ。プレスリーみたいに言うけど。ボンジュール、マドマーゼル。いいお天気だね。のんのんのあんたじゃないよ、ヒゲルブッシュ。あんたも非常に可愛いマドマーゼルに話しかけてるのさ。どうだい、マドマーゼル。こんなむさいムッシュよりも、おお、僕と一緒にムッシュしないかい？いやよ、あんたみたいに多分嫌いなの。僕は当たってちょうだい。おお、なんてストレートなんだ。そんな君にマイッチング。もしも気が変わったらまた僕に、ムッシュしてくれよ。さっそく行きましょう、マリオ。立ってよ。おい。誰かヒゲだと、おい。全然俺のヒゲに特徴ねえだろうが、おい。なんなぁ、ファミコンにハマってるんだ。うん、スーパーマリオブラザーっていうんでが俺だよ。いや、知ってる、超おすすめさ。お前、この世界に迷い込んだ宣伝の要因か。んこんにちは、でもスポットちゃんフラワーさんであります。もうなんだってお花に囲まれているだけでも幸せであります。え、あ、なんかあるな。これまだ開けられねえんだよな。このバイオレンスすぎない？マリオ、道行く人に必ず頭を叩くという。このまだ村こっちなんだ。広いね、この村。あんま普通にいるんだ。この村はとてもいいところであります。水が美味しく、空気もきれい、ほんといいところであります。でもみんなゴマは気を取られて、それを忘れてしまっているのであります。ちょっと悲しいことであります。そうね、そうね、そうね。3平ぐらいしといたわ。
最近の村長さん、物忘れが多いんだよね。あー、交代しよう。こういうのはもう交代ですよ。ボケたら交代なんだお前ら。私たち世界中を旅する旅行大好き三人娘。この村の名物は美味しい水ときれいな空気、それともう一つ、ゴンババ早く見てみたい。みんな同じじゃないかお前。夢グループみたいな話し方してしまったわ。安い。最高。あそこにスポーツ少女みたいなやついるな。よいしょ、ピー。こんにちは。私の名前はノコリン。どうぞよろしく。あら、その帽子、その次、そしてその立派なおひげ。マリオか？あんたマリオね。おう。そう言われたことはありますけど。あんたは噂聞いたことがあれば、とっても強いんですってね。ってことはあなた、ゴンバを出すためにこの村に来たのよ。あ、これは担ぎ上げられるパターンだ。ああ、ノコ太郎のやつもそれくらい勇敢だったらいいのに。誰だ、ノコ太郎って。そこでラブコメをしようとすな。いけねえな。青のがルアーアップするんじゃない？ここピンクだわ。ピンク後回しだわ。ノコ太郎、てめえだ。こんにちは、旅の人。あんたも、コンバージョンの財宝を求めてこの村に来たんですか？え？ロボってやっぱり強いんでしょうね。強いね。多分。お前よりは。よっぽどな。しかし、俺の方が強い。まあまあ皆さんはね、水知らずの他人の家を破壊しようだなんて絶対に思っちゃいけませんよ。と思うことすらダメですよ、本当に。なあ、村長。なあ、村長。おらま。だから村長、猛録しすぎで、俺がやってることをただの解体屋だと思ってる。はい。ああ、なあじゃね、君は。さて、あったろもうじゃな。出会えてやえ。しかし、見ての通り、この家には何もありませんぞ。まあ、少しおこいや、わしの年代物の甲羅でよければ差し上げてもよいの。お前のわしとおばあさんとのラブラブでスイートメモリーな写真だけは勘弁してくれるんだ、お前。ああ、いりません。違うとな、はて。ああ、そうするとなんだね、君はスターストーンを探しようというのか、うん、すぐ伝わったわ。それを先に黙えよ。ならば話は早いぞい。うん、ジミが探しているスターストーンはな。あの、なんちゃったっけ？ああ、そうそう、あの、ゴンバーを持っておるという話を聞いたことがあるぞ。誰から聞いた、それ。ゴンバーというのは巨大でめっちゃ遅しいドラゴンじゃ、知ってるか、だから、ね、もちろん。ああ、今日もゴンバーや。わしらも非常に困っておる。チラ。ああ、これチラチラ案件だな。あ、なるほど、君は、無謀や勇敢にも、おう、ゴンバーをやっつけてくれというのは、え、ちょっと待って。いや、別にそんな話はしてませんよ。おう、なんとも楽しい。もしゴンバーをやっつけてくれなら、いくらかお礼をしたいところじゃが。あ、いや、お礼はいらんと、ああ、そんなこと言ってね。金はよこせ。おう、なんとも欲のない人じゃ。よくないね、こいつは。さすがは、チビ、名前なんと言ったかね。あ、グー。マニオ？ああ、なかなか良い名前じゃろ、マニオくん。マニオでいいです。なんでマニオくん、良いかいチミ。ゴンバー城では、トラトラ陛下のとかにある秘密の土管が行けるらしいのじゃが、この土管を使うためには太陽の鍵と月の鍵という二つの鍵が必要と言われているが、あそこじゃねえか、お前。もうわかるわ。この村の先にあるスポントリでね、のほんどっかに隠されているそうじゃから、まずはそれを手に入れなされ、なされ。では、マニオくん、ドガンと一発。ゴンバを倒してくれたまえよ。まずはお前を倒すぜ。ん？ちょっと治ったか？この頭を叩くことでよ。血流改善。まあ、こういうちょっとね、こう、ナチュラル、なんか、ボケてないようでボケてるような人が一番危険だよね。わざとか本気かわかんねえんだもんな。よし。開けろ。ああ、そうな。石の壁が出る。OK って言ったら特別もう開けてあげるよ。確認しろ。あ、あの、マスク。ちょっと待ってください。お前、なんでお前だけ服着てんだよ。あ、みんな着てた。僕、ノコ太郎って言います。あなたがゴンバージョンを目指していると聞いて、実はお願いが。ごめんなさい。やっぱりいいです。さよなら。バイバイ。
おかしな子ね。一体何が言いたかったのかしら。十中八九ついていきたいんだろ。で、後からついてくるんだろ。はいはい。お、なんだ。いたのか。なんでもね。謎。いつも学んどけ、勝手に。誰んじゃ、これは。お？かわいいじゃねえか。一体どれだけ人たちがゴバ犠牲になったことか。うん、怖いこと言う。この間、二つ向こうの村のサクジーさんがゴバに食べられてしまったらしいの。うん、バイオレンス。そこに住んでいるノクタロウのお父さんは昔にゴバを倒しに行って。ほう。そのまま帰らなくて。いえ、階段の亀となってしまったらしいわ。別に言い直さんでいいけどね。そこら辺は。別に人だろ。よーし、じゃあ行こう。てて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 。おぉ、あるんじゃねえかい。はい、ということで、ストントリレへ向かうというところで、今回ここで、終わりにしましょう。では、また、ストントリレでお会いしましょう。では、バイバーイ。